はい、じゃあ行きましょう。グッケーなんですよね。前回グッケーになっちゃったんですよね。いやーもうやっちゃってるよな。牧場に戻すという行為はしないです。牧場に戻しても直す時間が変わるわけではないので、早いな直る。まあしょうがないですね、怪我はね。目標は皐月賞に NHK マイル、ダービー、宝塚。いや、スタミナがないような覚えがあるので、高松宮行ってスプリンターズステークス、この辺でもいいような気もするんですけど、ちょっとまあレースの走りっぷりを見て、スピードは問題ないんで、スピードは問題ないので、スタミナがどうなってるかだと思うと、でしたっけ、確かですよね。この馬ね、売却価格が、だからまあ、強いのは強いはずなんです。しましょうか。なかった今胸焼けが、印が薄いな、大丈夫かな。あとスピードスタミナの印があるっちゃあるので、印が薄いのはそういうことか、重馬場か。でもにしてもですよ、にしてもちょっと薄いな。
ってる。ここから秋か。秋から。秋から、そう。そのまま。そう。そういう感じです。1600だったらまあ、あ、まあ、うん、いいんじゃないですか。アンチョビ、あー、一番弱いやつじゃん。いいや、アンチョビはいいや。違うのがいい。日法帝王はね、日法帝王はダートが苦手なのであんまり勝てないと思うんですよね。お任せにすると、お任せにしちゃうとダートにやたら走らせられるので、走らせられるなんだのでね、しょうがない。任せてらんないんだよっていう感じでやらないといけないですよ。スピードあるんだね。食品場を探して、で、一番楽しみな出産ですね。いい馬が生まれないかなと。ない飼える馬がいない。この馬は調子を落として、で、4月にうまく調子が上がってくれるのかな。早いな。牝馬がいいですね。生まれてくるなら牝馬をお願いします。これです。あとはあのスピードが乗っていれば、スピードが乗っていたらいいんだけどな。間違えた。
計なレースには出さずに皐月に行きます。グランドペラ、グランドペラ、グランドペラつけてたんだ。ああ、そういうことね。朝日エンペラ、そういうことね。ステートジャガーつけてな。じゃあつけてみよう。あ、なるほど。あったです。この辺はそんなに適当につけてる感じですね。
持つか。いや持ってくれ、このままこのまま、いやよし、よく勝った。作戦勝ち、中山だったら先行の方がいいだろうと。ナイス先行、ナイスチョコミント、5勝目です。NHK マイル行きましょう。あれは鳴らし、鳴らさなくていいや。東京なんて先行はちょっともうスタミナが持たないと思うんですよね。なので差しで行けば届くんじゃないかな。と思いたいんだけど、ちょっと不安、前すぎるな。大丈夫かな。ほら、もう前に出てる。打つのか、それで。
ましたよ。怪我は？あっ。畜生。畜生。畜生。また怪我しようって。足元弱いからってそんなに怪我することないじゃん。頑張ろう。秋頑張っていこう。何出してんの？なんでダートに出すの？じゃあまた後でいいよ。調整レースなんでダートでいいです。秋は勝ってるのでどうしようかな。マイルチャンピオンかな。キッカ無理だと思うんですよ。でもまあ行ってみるか。行けるなら行ってみるか。年に1回しか一等に1頭につき1回しかチャンスがないので、だったら結果いった方がいいか。また人気薄が来たんじゃない？そうしましょう。そうしていきましょう。怪我してないね。よし。怪我してないならいいですよ。何でもいいですよ。おい、今度は体調崩すのか。なんちゅう仕打ちだ。ちょっと。出すよ。血やむガラッとじゃないよ。あ、出せそう。あ、出せる。危ないな。出ちゃってるんでもしょうがない。次何出そうかな。強行日程でマイルジャパンカップスプリンターズ。
でしょうかね。くれればいいんだけどな。おっと、落ちていっているけど大丈夫？上がってってる。大丈夫？届かないでしょ、さすがに。さすがに無理でしょ。スタミナもスピードもそこまでないんだろうな。チャレンジしてこそですから。またまたかよ。なんだよ、やめてくれよ。もう使いづらいよ、あんたは。調子上がれ。調子上がってて、よし。あわよくばもう一個上がって、段階上がって、よし、上がってないか。まあいいでしょう、スプリンターズ出しますよ。経営だったんでね、まあ一生してくれたんでいいですよ。ん？一生だっけ。まあ、G1 勝ってくれたんで全然ありがたいです。よく勝ってくれましたよ。あ、2勝かな。ないですね。挟まってるよ。出てこない。終わった。あ、よく頑張ってくれました。ありがとう。G1 2勝ありがとう。わあ、使えるな。またいい馬だな。ただスタミナがあればの話なんですけどね。スタミナがあるかどうかがわからない。曖昧。
る？何頭いる？7頭。うわ、早熟か。また早熟か。スタミナがないんだったら、売るこ、引退の方向にします。3週です。スタミナがコメントされるのはされない。
すごいの出てきたな。重くたって強いですよ、この値段では。重くたって強いです。源静か弱いな、やめようか。あれは失敗した。失敗しちゃったな。まあいいか、次の年に買います。マジックの男はいらない。フグの男馬はいるけど、ジャスミンティーよし。はい、マイミーマイユッケですよ。入ってなくても大
入ってなくなって噛みまくり十分ですよ。はい、待って、名前ちゃんと決めよう。これを繁殖用にあげて強いのつけて、1年やりましょうか。何つけ、あ、うん、訴状。ちょっと何つけるかをちょっと見たい。いや、この年で決めよう。種付けはしないんですけど。私のうちに決めちゃいます。種付けは来年します。まだ3歳では幼いと思うんですよね。だから受胎率が低いんだと思うんですよ。なので1年寝かせる、育ててからという流れになるんで、まず産ませて、後でちょっとゆっくり考えてみようかな。まあ、ゆっくりっていうか、ちょっと録画時間迫ってるけど、迫ってるっていうか、もう超えてるか。まあ、パッと見て大体この辺っていうのがあると思うんでね。
かだな。ありがとうございました。